生命現象を分子レベルで読み解き、多様な分野で活かせる専門性を身につけてみませんか？バイオサイエンス学科では幅広い分野に触れることができます。植物の生理機能やバイオ燃料生産を学ぶ植物分野、生命現象の基礎や微生物の活用を学ぶ微生物分野、生命工学分野では遺伝子工学や人工血管などの研究、動物分野では発達障害の神経病態の解明、食品分野では食品の機能性の研究、化学系分野では物質の創生と再生に取り組む研究など、その分野は多岐にわたります。また本学科では最先端の分析機器を用いた講義実習のほか、学外の研究所企業との共同研究プロジェクトも積極的に行っています。実験や実習で応用能力や技術を習得しながら4年間幅広く深く学びます。幅広い教養と専門知識を身につけた卒業生は、食料品・医薬品メーカー、教育・研究職、公務員、大学院進学など様々な分野で活躍しています。理工学部バイオサイエンス学科では、植物、動物、食品、微生物、生命工学、そして化学と様々な分野の研究と教育をしています。いろいろな研究施設や設備を使って生命の神秘を解き明かしてみませんか？